出庫されるお客様は精算機に駐輪券を挿入し精算をお願いいたします。精算されますと自動的にロックが解除されます。自転車でお越しのお客様へ、できるだけ奥からの駐輪をお願いいたします。地下駐輪場で自転車に乗っての走行は非常に危険ですのでおやめください。発券機では車室番号の入力時に4桁の暗証番号も登録可能となっていますのでご利用ください。また自転車の鍵は必ずかけてください。スロープは自転車から降りての通行をお願いいたします。自転車に乗っての走行は非常に危険ですのでおやめください。駐輪装置のご利用に際してご不明な点がある場合はインフォメーションまたは最寄りの係員までお尋ねください。駐輪装置へ駐輪すると自動的にロックされますので発券機で車室番号を入力し駐輪券を発行してください。お会計時に駐輪券を提示していただくと割引が受けられますのでご利用ください。